どうもバルコンです。ちょっと紹介できてない漫画がすごい溜まってるんで、早く動画作らないといけないんですけど、で今回はその最近の漫画の中でも特に面白いなと思った漫画をレビューしていきたいと思います。まずはこちら、姫のスピア第2巻。1巻もかなり面白かったんですけど、2巻もめっちゃ面白かったんですよね。個人的に結構絶望感を感じる漫画がすごい好きなんですけど、その絶望感の中でも希望が絶たれた時とか、自分が絶対絶命になった時とかの絶望感っていうのが特に好き で、2巻はまさにそういうシーンがあったんで、ちょっと久しぶりに鳥肌がブワー。普段気の弱い主人公が強気になったりすごい叫んだりするシーンが今回印象的だったんですけど、自分のせいで周りの人がどんどん死んでいって自分も絶対絶命になってしまうっていう、その絶望感、これが好きなんですよね。で、まあそういうことがあったからこそ、珍しく強気で叫んだシーンはちょっと切なかったですね。で、とりあえず1巻からの話は一段落して、これで終わりかと思ったら、まさかの第3巻から新章突入っていうことで、本格的にこのタイトルにもなってる姫のスピア、まあ主人公の楽園ですね、を作っていくみたいです。次から話の規模が結構大きくなるんで、ここまで大きく出るとバッドエンドになりそうな感じもするし楽しみなんですけど、終わり方も難しくなると思うんでちょっと不安ですね。とりあえず2巻もめっちゃ面白かったです。続いてこちら、ハッピーエンド第3巻。僕が応援企画でも応援したこのハッピーエンドなんですけど、3巻も安定して面白かったんですよ。本当に毎回衝撃的な展開で、話は簡単に言うと、田舎で日暮らしの泣く頃にみたいなホラーなことが起こる SF サスペンスで、タイムリープものですね。今回も結構謎が明らかになったんだけど、タイムリープについてとか黒幕についてとか、特にそのタイムリープについてが結構衝撃でしたね。そんなえぐい仕組みになってたんだっていう感じで、帯に書いてあるんですけど、まさに知らない方が幸せなこともあるですね。最初これ見た時、知らない方が幸せなこと、お菓子のカロリーとかかなとか思ったんですけど、前回の第2巻はあんまりホラー感はなかったんですけど、今回はとあるワンシーンが絵的にめっちゃ怖かったですね。話も意外と壮大というか、の主人公たちのタイムリープには思ってたよりも大きな意味があったんで、そこは結構結末にも関わってくるところだと思います。前紹介したドロップフレームっていう漫画と同じなんですけど、毎回クライマックスを見るような感覚でね、ワクワク感とハラハラドキドキ感がやばいです。まだまだなんか秘密があるっぽいんで、めちゃめちゃ先が気になりますね。ということで、今回はこの2冊だけのレビューなんですけど、この2冊ともかなり面白いんで、ぜひ読んでみてください。この2冊は特に打ち切りになってほしくないですね。ハッピーエンドは応援企画もやったんで、あと漫画のその応援企画の第2回目も近いうちにやろうかなと思ってるんで、その時は参加の方ぜひよろしくお願いします。ということで、今回は姫のスピア第2巻とハッピーエンド第3巻のレビューでした。